さあトイプ対策スクール SLC がおくリスレイ文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあできましたかまあ A は違いますよねでなぜそれを感じるのかと言われたら空所の左側まあ家の話をしてますからね で選択肢の A、ボロー。確かにうんたらかんたらを借りるでいいんですが、有料ですか、無料ですかそうです。無料で借りるのがボロ w ただ今回は空所の前後、我々の近所の家。で、その家を借りれるかどうかを尋ねる手紙なんかを彼は私たちに書いてきたんですね。まあ、一般的に家を借りるんであれば当然お金が発生すると。ですから A はツ で、続いて選択肢の B ですが Hire、まあ、一瞬人を雇うと訳しますよね一方今回は家の話でございますので選択肢の B はバツとした方 Hire 確かに雇うという意味もありますが借りるという意味もありますよただ借りるものがかなり限定的でございます何を借りる場合に Hire を使いますかそうです車、まあ、皆さんがこの言葉をあまり使わなかったとしてもあ 来たことはあります。という方は多いですよね。カタカナでハイヤー。そうです。車のことを指してますよね。ですから車を借りる場合はハイヤー。で、続きまして選択肢の C。レンドは貸すでいいんですが、何を貸す場合にレンドを使ってますかそうです。お金ですよね。ただ今回の文章ではお金の話はないので、もちろん正解は D。というと、えー、先生、レッドって許すですよね。 とといいうう気持ちは分かりりまますが貸すが意味もありますよで今回の空襲の左側のように家を貸すですからレッドと言われたら許すという意味があまりにも有名なのでこの「貸す」という意味をご存知の方はかなり少ないんじゃなかろうかとですからあえてそこが突っ込まれる可能性がありますからね事前に準備をしておきましょうでは画面を書き換えますねさあ復習しやすいような画面に書き換えました スクリーンショットする方はどうぞ。であとは画面の右側ですね。皆様指などで隠していただいて。で、丸1番から丸4番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願い,いします。